Hi everyone! How is going? It's me, Takeharu. Please call me Tyler. So today is New Year's Eve. So, how was your years, everyone? Let's get started! という感じですね。はい。今日は今年1年、まあ今日は大晦日ということで、皆さん今年1年はどんな感じでしたか？という感じですね。まあ大晦日っていうのが、New Year's Eve。もう、New Year's Day が、まあ、元旦で、そのイブっていうことで、まあ、イブ、クリスマスのイブと同じですね。前日。で、大晦日のことは、New Year's Eve っていうらしいですね。で、まあ、今年1年はどうでしたかっていうことに関して言えば、How was your year, everyone? 皆さん。っていう感じで、How was your year? なんで、あなたの年、まあ、いかがでしたか、How is it going? と、How was going? どうだったっていうのが、まあ、同じですね。How was your year? あなたの年、今年1年どうでしたかっていうとこですね。いうふうな感じの呼びかけですね。で、それと同じような形で、まあ、年に1回しか使えませんが、毎年使うような言葉を今回紹介したいと思います。よく、まあ、なんていうのかな。まあ、都会はどうなんだろう、あるのかな、あるんでしょうけど少ないのかな、よくわかりませんが、田舎の方だったりとか、あとは会社周りなんかでね、お得意先とか、クライアントさんなんか回るときに、今年もお世話になりました、来年もよろしくお願いしますっていう意味な、挨拶っていうのを、まあ、年末、それから年始はずっとこうやっていくと思うんですけども、今年もお世話になりましたとか、良いお年をっていう直訳的な英語はないみたいなので、それと同じような感じの、まあ、年末年始の挨拶的な表現っていうのを紹介していきたいと思います。はい。まずですね、Thank you for all your help in this year. Thank you for all your help in this year.Wish you a happy new year. Wish you a happy new year. っていう感じですね。で、これは、もう、thank you はもう、thank you はありがとうですね。thank you for, 助けてくれてありがとう。手伝ってくれてありがとうっていう時に、thank you for your help. helping とか、まあ、見てくれてありがとう。for watching って言いますけども、thank you for 何々に対して、何々に対してありがとうってことで、Thank you for all your help. あなたが手伝ってくれたことに対してすべて、あなたが手伝ってくれたことのすべてに対してありがとう。まあ、本当に今年お世話になりました。まあ、in this year. In this year はもう今年ですね。今年は本当にあなたに、お世話になりました。大変感謝していますっていうことで、今年もお世話になりましたっていう意味ですね。Thank you for all your help in this year. で、来年もよろしくお願いします。まあ、もしくは、まあ、来年もよろしくお願いしますっていうよりかは、良いお年を、迎えてください。良いお年を迎えてくださいっていう意味で、Wish you a happy new year. 良いお年をっていう表現がないようで、まあ、これ、まあ、言うと、明けましておめでとうと同じ意味で、Happy new year. 新しい年、ハッピー、幸せね、良いお年っていうことで、Wish you.で、ここは、主語が抜けて、I が抜けて、I wish you a happy new year でもいいですね。まあ、正確に正しく言うと主語を入れないといけないんで、I wish you a happy new year になるんですけども、まあ、この場合は主語を除いても、wish you a happy new year でも通じますし、より、まあ、命令文じゃないですけども、あなたがいい年を迎えられるように願っていますっていう感じなんで、wish you a happy new year。っていう感じですね。で、これ、ちょっと僕、まあ、英語勉強して思ったんですけども、願うとか祈るっていう表現の文法っていうのが多いですよね。英語圏で、特にキリスト教圏になりますんで。で、まあ、一つ例を挙げると、good morning ってありますけども、good morning, good morning って言ったらもう僕も含めてもう我々日本人っていうのは本当に小さい頃からってほとんどもう、まあ、半分日本語になってるような感じでおはようございますみたいな感じになってますけども、おはようございますイコールハッピーニューイヤーっていう意味じゃないらしいですね、本当は。
あの日本語で言うとおはようございますってのはおはようっていうことはお早くございますってことで、こんなお早い時間から、仕事ですかお疲れ様ですとか、こんな お早い時間からご苦労様ですっていう意味でおはようっていう事実っていうのを客観的に言ってるらしいんですけども、外国の場合はこれ I wish good morning って良い朝ですね。 good morning 良い朝を。で、その前に本当は I wish you good morning っていう風に I wish you が本当は入るらしいんですよ。それが省かれて good morning になってるんですけども、私はあなたが良い朝を迎えられるように願っていますっていうことらしいんですよね。お祈り感情というか気持ちっていうか、そういうのが入って I wish you you good morning らしいですね。で、それがなくなって good morning がなぜか前日本に入ってきた時に、まあね、仏教国っていうのはもちろんキリスト教の方もいますけど、そういう風に訳されて、それがずっとおはようございますって、まあ間違いではないんでしょうけども、ニュアンス的には全くちょっと違うおはよう挨拶ではあるけども、祈りの言葉と要するに早いですねっていう事実を述べている日本語の違いっていうところですね。そこがまあやっぱり日本語と英語の違いかなっていうところです。それも現れて、ここではもう如実に現れるのね。I wish you a happy new year。あなたが良いお年を迎えられるように私は願っています。祈っています。で、wish you a happy new year っていうことですね。で、これで、ああ、なるほどなっていう、キリスト教的な考え方、祈りで、良いお年を迎えられますように。まあ日本語でも良いお年をって言ったら、やっぱり良いお年を迎えてくださいねっていう意味にはなりますけども、それがまあ顕著に現れてるような感じですね。で、他の言い方をすれば、まあ良いお年を、いい年を向かって、迎えてくださいとか、良い、日々を過ごしてくださいということで、Have a happy new year! Have a happy new year! って、でも、いい、年を迎えてくださいね、過ごしてくださいね。で、enjoy the holidays!Enjoy the holidays っていうのは、これは、まあ、年末、大晦日とか年末にこう言うっていうよりも、クリスマスから年末、年始にかけての、まあ、お休みが連休ありますよね。それも含めて、Enjoy the holidays。だから、まあ、複数の休日がありますから、S がついて、holidays。Enjoy the holidays。まあ、これも、良い年末年始を過ごしてくださいみたいな、良い、年末年始の休暇を、楽しんでくださいっていう意味合いの言葉ですね。まあ似たような感じのニュアンスですね。Enjoy the holidays. Have a happy new year も、まあ、Have a happy new year の方が、まあ、よりその新年に対する、言い方ではありますけども、Enjoy the holidays は、まあまあ、なんでしょうね。まあ、クリスマス前後ぐらいからでも使えるようなニュアンスではないかなと。はい、という形なんで、まあ、この、Thank you for all your help in this year っていうのは今年もお世話になりましたっていうことで、まあ、統一というか、そういう意味合いですね。で、wish you a happy new year っていうのは、とか、あと、have a happy new year っていうのは、良いお年を、来年もっていうことですね。で、この、enjoy the holidays っていうのは、まあ、どっちかっていうと、その、同じように、その、良いお年をっていうニュアンスも含みますけども、年末のクリスマスあたりぐらいから、使えるのは、それも含めた年末年始を、まあ、楽しく過ごしてくださいっていうニュアンスが入ってるんで、まあ、使い分け的にはそのようにしていけばいいんじゃないかなと思います。はい、今日はこんな感じです。ありがとうございました。ここちょっと違うよとか、もしくはこういう言い方もあるよっていうのがありましたら、コメントの方をお願いいたします。チャンネル登録、それから、グッドボタンお待ちしております。Thank you for watching this year. Could you please subscribe? See you next time. Bye!